どこに行くんだ？何を作っちゃおう。どれを作りましょう。触媒は趣向を変えて理論的に考えた場合、まず予想以上の反応です。興味深い。そうきますか。このような最後まで気を抜かずに完成です。また腕が上がりました。新しいレシピ出来上がり。やりましたね、ソフィー。あとは作るだけですね。うん、けど試せるのは1回だけ。大丈夫です、ソフィーなら成功させると信じてますよ。ブラウト、絶対成功させるから任せて。どれにしようかな。材料はっとパパッと仕上げちゃおう。これで完成。まだまだ上手くなるよ。できた。レベリーパウダー完成したよ。これで夢の過去を直すことができるはず。やったよ、プラスター。すごいです。本当に私も少しはソフィーに近づけたかと思ったのですが、どうやらまた差をつけられてしまったようですね。あ、さあ急ぎますよ、ソフィー。夢の核を直しに行かなければ。あ、待ってよ、クラフト。昔間近で落雷を見たことがある。二度と経験したくはないものだ。この光はレベリーパウダーが破損した箇所に反応してるんです。お願い、治って。見てみろ、夢の核のひびが消えてる。やった、やったー、ソフィーさん大成功だよ。おいおい、大丈夫かよ。緊張しすぎて気が抜けちゃったみたいね。お疲れ様、ソフィー。あなた本当にすごい子だわ。
夢の核はこれでもう安心です。あとはグロールの件ですね。そうだった。何か分かったか、ブラフタに聞きに行こう。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。頑張ろう。あ、無事に夢の核は修復できたのですね。うん、傷一つない状態に戻せたよ。私たちも確認しましたが、問題なさそうでした。そうですか。皆さん、お疲れ様でした。いや、我々は特に何もしていないのだが。だね。一番頑張ったのはソフィーさんだし。そんな、私一人じゃあそこに行くこともできなかったし。ソフィー、こういう時は胸張って選ぶっとけよ。おめえはそれだけ頑張ったんだからな。そうかな。それじゃあ、ふふ、私にかかれば当然だよ。調子に乗らないように。あなたはまだまだ未熟なのですからね。厳しいお師匠様ね。それで、厳しいお師匠様の方はどうなんですか？グロールについて何か分かりましたか？はい、捕獲したグロールを調べた結果、恐るべき生態について知ることができました。恐るべき生態？はい、以前ソフィーがズメイの体からグロールが出てきたと言っていましたね。調べた結果、グロールは魔物に取り付くことで、その魔物を凶暴化させることが分かりました。では、ズメイもグロールに取り付かれ、凶暴化していたのでしょう。夢の核を攻撃したのも、そのせいですね。凶暴化と夢の核を攻撃することに何か関係があるの？はい、実はグロールという生物は夢に引き寄せられる性質があることが分かりました。夢に引き寄せられるって、それヤバいんじゃない？この世界の人はみんな夢を叶えるために。あ、まさか住民が無気力になってる原因って。はい、グロールに襲われたショックではなく、グロールに取り憑かれているせいです。そしてグロールにとって夢は餌なのです。夢の核を破壊しようとしたのは、破壊することで核内部に詰まっている夢を食べるためです。ですが、夢の核の破壊は容易ではないため、捕食するには難易度が高い。それに比べて、むき出しの状態である人間の夢は格好の餌なのでしょう。そんなひどいよ、私たちの夢が餌だなんて。蝶々、教えてくれ、取り憑かれた奴らはどうなっちまうんだ？わかりません。魔物と違い、人間は夢を持っているため、夢を持つ者を襲う必要がありません。なので凶暴化こそしませんが、じわじわと夢を食われ続けている状態になります。食い尽くされたら、もし夢を全部食われちまったら、そいつはどうなっちまうんだ？根を失った植物は二度と育ちません。夢も多分永遠に失われることでしょう。なんだよそれ。オリアス、俺は夢ってのがねえんだ。なのに
なんでかこの世界に来ちまった人間だ。そんな俺でも夢ってものがどれだけ大切なものかってのは分かってるつもりだ。夢ってのは絶対に怪我しちゃいけねえものなんだ。だってのに好き放題食い散らかすだなんて、くそ。大丈夫だよオリアス。ロイテールのみんなは頑張って夢を叶えるためにこの世界にいるんだよ。そんな人たちの夢が簡単に枯れるわけない。グロールなんかに食い切れる夢じゃないんだからね。悪い、ありがとうよアレット。それで現状を私たちができることは、有効な対処法がわからない以上グロールが町へ侵入するのを阻むしかありません。ナミゼルさん、エルビーラのところに行ってみませんか。きっとすごく落ち込んでると思うから。そうね、行ってみましょう。プラフトはどうする。私は少し残ります。未来の私と相談したいことがあるので。わかった、じゃあまたアトリエで。はい、エルビーラのことよろしくお願いします。